こんにちは。おがみん商談ほっとけトークの時間がやってまいりました。司会は私宝部です。どうぞ1時間よろしくお付き合いください。さあ、それでは本日のゲストの方をご紹介したいと思います。スタジオには鹿児島大学教育学系学術博士の川西元博先生にお越しいただいております。川西先生、ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、先生、まず自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。はい、改めましてこんにちは、鹿児島大学、教育学系の川西と申します。私は、鹿児島大学の、教育学部に、所属しておりまして、主に理科の、講座で、生物学の植物分野を担当しています。で、研究の専門は、植物の生態学を主に研究、専門としておりまして、で、奄美大島でも調査ですとかでよく来ています。それと今日お話しする内容はですね、理科教育ですとか環境教育とかに関するものなんですが、そちらの方の研究も同時に進めているところです。よろしくお願いいたします。先ほど先生にちょっとお伺いしましたところ、はい、香川県のご出身だそうですね。そうですね、はい、生まれは香川で。香川県、はい、どのようなつながりで鹿児島大学の方に。大学院を出まして、大学の時は植物の生態学をずっと研究してまして、で大学院を卒業してから、いわゆる就職活動というかいろいろ探していたんですけども、いろんなところに公募を出していて、で鹿児島大学の教育学部に採用していただいたということで鹿児島に、はい、じゃあやってまいりました。初めての、はい、大学の赴任地と、あ、そうです、いうことになるんですね。はい、そうですね。でそこから奄美大島といいますか、この奄美関係はもういつ頃から携わっていらっしゃるんですか。はい、ですね、実は初めて奄美大島に来たのはまだ就職が決まる鹿児島大に赴任する前の大学院の時に。あ、そうなんですね。実は同僚がですね、マングローブの研究をしていて、住吉のマングローブの調査をするっていうので、はい、ついてきたといいますか、調査の手伝いで来たのが初めてきっかけで。そうですね。でそして今度は先生として来て、はい、で本格的に奄美の調査を始めたのは2010年に奄美の豪雨災害がありましたので、はい、ね、あれの影響評価をするっていうプロジェクトが大学で立ち上がったんですけど、そこで、自分は植物の、植生ですかね、植生の影響を調べるっていうので、奄美大島で調査を始めたっていうのが、本格的に始めた最初のきっかけですね。じゃあ豪雨災害をきっかけにして、それからはもう定期的に奄美にいらしていると、いうことなんですね。はい、うどん県のご出身ということですけど、ちなみに奄美で、気に入った食べ物とかありますか。そうですね、やっぱ鶏飯は、非常に印象深いと言いますか、初めて来た時もありますね、有名なお店。ありますね、いくつか、ね、ありますね、はい、で食べ、はい、で久しぶりに来たらお店が大きくなっててびっくりしたっていうのは あちらかなみたいなすごく好きです。はい、焼酎の方いかがですか。黒糖焼酎もよくいただきます。美味しくよく買って帰ってます。そうなんですね、はい、もうじゃあ結構奄美にはもう何度もいらして、いろんなところ。そうですね、はい、なんかおすすめの場所とかありますか。はい、自然のお気に入りの場所とか。はい、いろいろ、自然の、ね、先生ですから個人的にやっぱり自分自身が川の調査をよくするんですが、住吉川ですとか薬ヶ地川とか、結構奄美の中では大きな川がありますよね。そうですね、はい、川沿いはかなり景観としても綺麗で、植物も面白いですし、鳥もなんかいろいろいたりですとか、
イモリも出てきたりとか、いろんな生き物が見れて、はい、すごくいいところですね。そうですね、川を周辺にしていろんな楽しみ方ができる、はい、ということですね、はい、さあ今日はその中でも奄美の学校を中心に、うん、その校庭で植物を観察してみようということでパート1ということで、今日は先生のおすすめの写真とか、まあ、いろいろ勉強の仕方とかですね、学べたらいいかなというふうに思います。それでは、早速スライドの方を見ていただきたいと思います。はい、はい、こちらは先生、はい、どこかの学校。あ、そうですね、これはですね実は奄美大島ではなくて徳之島の学校なんですけれども、はい、あの結構その奄美の島のですね小学校を見ていると、この学校もそうなんですけど大きな木がこう校庭にドーンとこうあったりしてですね、シンボルツリーのように見えますよね。はい、でまあすごい巨木といいますか立派な木があったりですとか、あとその下にこう芝生のような綺麗なグラウンドが見えるんですけど、ああい う, こう割と緑の多い学校が多いなというのはあの調査してても感じているところで、まあ、一見してこう植物いろいろあるなというのが分かって興味を持ったっていうのが、まあ、そういうところにあります。きっかけ、あ、じゃあもう私なんか奄美で生まれ育ったので、はい、まあそれが当たり前かなって思ってるんですけど、うん、実は本土の方では、はい、そうでもない、こういう大きい木とか、まあ、緑がたくさんっていう、うん、そうですね、大きな木に関しては、まあ、本土でもそういう木がある学校っていうのはあるんですけれども、うん、その、まあ、新しくできた学校が相対的に多分本土だと多くて、なるほど、そういう学校だとやっぱりこうそこまで巨木になるような木っていうのは見られないですね、うんうん、じゃあもう昔ながらもう地域、うん、地域のもう本当シンボルとして、まあ、それが学校にあるっていう感じなんですね。じゃあ実際なんですけれども、はい、まあ、その学校の校庭の植物を観察するということで次のスライドをお願いします。さあこちらは先生、はい、この研究の、目的の部分に関することなんですが、まず自然観察っていうのがあります。自然観察学習っていう学習の方法があるんですけれども、それはですねそこに書いてありますように主に野外で自然の観察を通じて自然から学ぶということを狙いとする学習のことを言います。でこれがですね非常に学習効果が高い、特に自然に対するその感動ですとか驚きとかですね、そういったことがすごく想起されやすいので学習意欲も高めるということが言われています。自然に対してこういろいろ不思議に思う心ですとか、まあ、そういったものを、引き起こさせるというのが期待できる学習ということですね。あの 理科の教科っていうと、まあ、教科書を使ったり、うん、あるいはなんか実験室で実験をしたりとかイメージが湧くんですけども、うん、はい、まあ、そうではなくて、まあ、自然を通して学ぶことが非常にたくさんある、うん、はい、あると思います。いうことなんです。はい、実験室でやる実験ですとか、まあ、栽培を観察、栽培して観察するっていうことももちろん大事なことではあるんですけれども、はい、自然観察をしながらその両方できるとですねより効果が高いと思いますか。確かに一石二鳥ですね、はい、さあ実際に次のスライドを通して見ていきたいと思いますが、こちらは先生、はい、これは校庭の一角の写真を今右側にお示ししていますけれども、まあ、一見してですねいろんな植物があるなと、まあ、緑色がこうたくさん写っているのが見えると思うんですが、はい、校庭はですね、結構いろいろな植物が生えています。で校庭の中の植物っていうのは、まあ、どういう意味合いがあるかっていうと、まあ、学校の生活の中でですね、まあ、子どもたちが、まあ、見れる植物ということで児童生徒にとって、まあ、最も身近な植物と言えるという点で、まあ、教育的には非常に注目されるものだと考えています。そうですよね、はい、子どもたちが、まあ、毎日通うわけですからね、うん、これ先生ちなみに上がなぜ小学校、あ、そうです、
そして下の方が、下は鹿児島のですね、木入小学校。鹿児島の学校ですね。はい、あの先生、私那須小学校母校です。あ、そうですか。こういいところです。ね、いろんな植物、はい、そういえば生えてたよねと思いながら、今日改めて勉強できればなと思います。はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、こちらは、あ、これはですね。文部科学省から出ております小学校の学習指導要領のですね、理科の目標です。生物だけではなくて理科全体の目標になるんですが、その中にですね、最初の冒頭にありますように、理科の目標としては自然に親しんでというのがまずこう来ていますね。で、理科の見方考え方を働かせ、見通しを持って観察実験を行うことを通して、でまた次に自然の事物現象についての問題をっていうのがこう来ています。それを科学的に解決するために必要な資質能力を育成することを目指すということですので、やっぱりこう自然をですね、直接こう観察する、体験するっていうことが重要だなということは、ここにもこれを見ても分かるということですね。こういうふうに明記をされているということで、身近にできる、学習の形態ということで、実際それが活かせてるかどうかっていうこともまた問題なんでしょうね。はい、じゃあ次のスライドをいきたいと思います。はい、これはですね、特に今回私が調査しているのは小学校をメインに調査をしています。というのが、その特にこれは理科の内容に関してなんですが、より自然の形のといいますか、身近な生き物を直接観察しましょうっていうような内容が小学校には結構たくさん含まれているんですね。例えば3年生って小学生が最初に理科を習う学年なんですけれども、この最初の単元が身の回りの生物というものになっていて、で生物は色形大きさなどが違っていて、環境と関わって生きていますねっていうようなことですとか、昆虫植物のこう成長を見ながら育ち方に順序があるようなっていうことをこう学習します。でここは実際小学校の校庭で生き物観察をするような単元になっています。4年生になるとそれを季節と絡めてこう見ていくというようなことが入ってきていますし、6年生になるとよりその生態系の概念といいますか、生物は水と空気を通して環境と関わっていますよということですとか、あとは我々も食べ物を食べていますけれども、食べ物って大体生き物ということなので、生き物は食べる食べられるという関係がある、いわゆる食物連鎖の話が出てきていまして、こういった部分も自然の観察を通してこう学習できるような内容となっているということですね。こうやって見ていくと、3年生の時から身近な生き物を勉強して、それが少しずつこう広がっていって、生態ね、とか、今でいうとこの SDGs みたいな、そういうところまで広げて見ていくっていうことがちゃんとステップアップでこういうふうに定まっているんですね。そういう構成になっていると思います。なるほど。これお母さん方にね、知っていただけたら私を含めてですね、よく、理解できるなって思います。じゃあ次のスライドをお願いします。はい、ということでと言いますか、理科の学習内容にさっきご紹介したように、身近な生き物を扱う内容がありますので、そういったものを理科の授業を通してですね、理科の授業じゃなくてもいいのかもしれませんけれども、子どもたちが身近な自然に気づく触れるきっかけっていうのが、校庭の中であるだろうというふうに考えています。で、学校の中で自然観察をですね、やって、で、より身近な自然への興味や理解につなげられればなという、今考えて、いろいろ調査をしているところになります。なるほど。で、先生も実際にいろんな学校に出かけていって、どんな植物があるかっていうのを調査していらっしゃるということですね。さあ、
次のスライドお願いします。こちらは、はい、あこれは、小学校の教科書ですね。あの本の中にこう出てくる植物を、リストアップしたものです。でこのリストは鹿児島県だと小学校の理科は、まあ、東京書籍さんの教科書を採用しているので、まあ、そこに出てくる植物名をこうざっと挙げました。で、これはですね、左側の緑色の部分は日本の在来種、日本の自然に見られる植物ですね。で真ん中のオレンジ色のところは外来種、希化植物とも言われますけども、まあ、そういうものですね。で、右側の青い部分は栽培種です、野菜ですとか、あるいは、イチョウのような、植栽されている樹木とかですね、そういったものがあります。でこうやって見ると、まあ、それぞれあるんですけれども、栽培種がやはり種類数としては多いというのが多いですね、はいはい。で一方で在来種も一定数出てくるんですけれども、はい、まあ、これは例えば黒松ですとか、大箱ですとか鹿児島で見られるものもいくつかあれば、はい、エゾヤマザクラなんかはもっと北の方のですね、桜の種類桜ですね、あの、はい、下の方に真ん中からちょっと下のところにヒカンザクラですね、そうですね、奄美の、はい、そういったものも、ね、あの扱われています。こうやって本土のものとまた奄美でも見られるものっていうのをこう比べていくとまた面白いかもしれないですね。そうですね、はい。ただやっぱりこう、教科書っていうのは、まあ、日本全国どの学校で採用されてもいいように作られてますので、どうしてもその掲載種というのは限られてしまうというところはあるわけですね。そうですね。じゃあ次のスライドがそういったことをこうまとめていらっしゃる、ね、ということですね。はい、教科書はまあ全国共通なので、まあ、栽培植物なんかは栽培すれば実際に見ることができますので、まあ、あと実験観察に向いているものも多くありますから、よく掲載されているということですね。で、教科書の中には実はさっきの桜のあの話もそうなんですが、地域性にも触れています。地域ごとに生き物は違うんですよということも触れていますけれども、やっぱり教科書の中では、まあ、象徴的な種だけに限られてしまう。実際に、それぞれの小学生の子どもたちが自分の身の回りにどんな生き物があるかっていうのを知るためには、まあ、教科書だけでは十分ではないだろうと思うわけですね。で、まあ、地域性を持つものをどう扱うかということ、それから、まあ、それをこううまく学習できれば、自分の身の回りの自然を理解することにつながると思うんですけれども、まあ、そのためにはやっぱり地元の在来植物を観察するということが重要ではないかというふうに考えているところです。確かに、まあ、教科書で全国的なことを知るっていうのももちろんですけど、やっぱり生まれ育った今住んでいるところのことを知るって、そのためにやっぱ、まあ、観察して実際手に取って目で見て触れてっていうことが大事だということなんですね。さあ次のスライドからは実際に、ではこの奄美で、どのような植物が見られるのかっていうところなんですね。はい、はい、そうですね。奄美の工程はですね、最初にあの写真でお見せしたようなあの、まあ、いろんな植物がこう見られるようなんですけれども、その奄美群島は、まあ、同じ鹿児島県でも本土と違ってこう亜熱帯性の気候になりますので、自然の植生もその南の方の植物が多いんですね。でそれがあの工程ではどうなのかっていうのは僕非常に興味があって、面白そうだと思ったところでした。あとは、固有種ですね。奄美の自然には動物はこうクロウサギですとかルリカケスとか有名な動物がいますけども、植物もたくさんそういう固有種います。でそういったものは工程の中で果たして見られるんだろうかっていうところもちょっと気になっていたところでした。確かに世界自然遺産にまあ登録されて、うん、じゃあそれが身近な校庭、子どもたちの
校庭で、まあ、亜熱帯あるいは固有種がどれだけ見られるのかっていうのは、うん、子どもだけじゃなくてね、大人たちも興味があるところですよね。さあ、その調査地なんですが、次のスライドを、はい、こちらで調査をなさったと、はい、あ、そうですね。ちょっと今日この後調査結果を一部お見せするんですけども、その結果の、対象校が今お示ししている、10校ですね。奄美大島だと加計呂麻島も入っていますけども、実際現在はですね、もっと他の奄美の島々ですとか奄美大島加計呂麻島でももうちょっと学校数は増えてるんですが、ちょっとシンプルにと言いますか、比較しやすいように奄美大島加計呂麻島で夏に見られる植物ということで結果をお示ししたいと思います。はい、それでは実際の写真をご覧いただきたいと思います。はい、これは実際 の, 調査をしている時の写真なんですけれども、真ん中に写っているのは、まあ、うちの教育学部の学生です。で、右側 の, 緑色の服を着ておられる方は、はい、校長先生で当時のですね、はい、校長先生で、まあ、ちょっとぜひ私も一緒にということで一緒に調査していただいたという。先生方も協力してくださったんですね。はい、ここも小学校というところで、はいはい、このようにゆっくりこう校庭を歩きながら、もう生えている植物は全てですね、植えているものも勝手に生えている雑草も名前をこう記録していくという方法で、校舎の中はちょっと調べてはないんですが、まあ、敷地内ですね、学校の敷地内は、はい、敷地内に生えている植物は全て一種類残らず全部、はい、そのつもりでピックアップしていくでも、はい、これ大変な作業です ね, うですね、はい、もうそれこそ学生さんとかね、先生方、うん、地元の方の協力をいただきながら、はい、っていうことなんですね。はい、いろいろこうみんなでやった方がこう見つける確率も高いので、また楽しいですし ね, そうですね、はい、さあこちら次のスライド、はい、こちらは奄美市内ですね。奄美小学校、ね、奄美小学校、ね、はい、はい、結構学校によってその校庭の雰囲気が違うんですよね。さっきの生駒小学校ですとか、最初にお見せした徳之島の、はい、まあ、バネ小学校なんですけども、は校庭の中にこう綺麗な芝生が、ね、芝生がありましたよね。奄美、ね、小学校はこう、そういえばそうですね、そうですね、綺麗に草抜きをされているのかなという。うちの息子が実は今奄美小学校にいるんですけど、いやそういえばないですね、言われないとなかなか気づきませんでしたけど、ね、はい、これはこれで非常に綺麗な校庭だと思います。で、あと向こうの方に大きな木がいくつか見えますけども、はい、ガジュマルだと思いますが、まあ、シンボルどっちだったかな、シンボルツリーになってる木がこうやっぱりドンとあるというのが、まあ、奄美の学校の特徴かなと思うところですね。という方ですよね、はい、さ、続いての小学校はこれは加計呂麻島小学校です ね, ですね。ここもやっぱりこう校庭に綺麗な、まあ、芝生状の形がありますよね。走るグラン、トラック周辺はこう綺麗に草抜きをされているんですけども、うん、はい、真ん中の方ですとか、あとはまあ周辺部ですね、そこは、まあ、青々としていて、で、まあ、若干こう芝生状のところにも色のこう違いといいますか、確かにありますよね。濃い緑のところと薄いところとありますね。そうですよね。そういったところも全部分けて、はい、はい、なんか生えてる植物が調査を、はい、調査自体はもう今回は全部こう、うん、出現したらもう名前を書くという単純なものになるんですけども、はいはい、そしてこちらの表がその調査結果ということになるんでしょうか。はい、はい、そうですね、ちょっと見づらい部分があるかもしれませんが、今回10校、夏ですね、夏8月に調査をした結果がこれになります、はい、でトータルでですね10個全部合わせて491種類出てきます。
これは先生多いんですか少ないんですか。ああこれはですね最初調査した時はあすごく多いなとは思ったんですけども、これ鹿児島市内とかでも同じ調査をするとやっぱりこれぐらいは出てくるんですね。だから小学校は、まあ、奄美にしろ鹿児島にしろ、たくさん植物がいるエリアであるということは言えると。そういうことになるんですね。はい。でですね、ただこれは植えてる野菜ですとか樹木も含んでいるという種数ですね。はい。で左側の色がついているグラフの青いグラフの部分がこれが在来種です。で、右下にちょっと小さいですけど表があるんですが、はい、在来植物はですねこう自生しているものと植栽されているもの両方あります。例えば雑草みたいな形で、自生している在来種と、あとは、庭木のような形でこう植栽されている在来種っていうのがあるんですけども、はい、それらを合わせるとだいたい平均してですね一つの学校で70種類ぐらい出てくるということになっていました。これは意外と多いなとは思ったところでしたね。本当ですね。このブルーの部分がいわゆる在来、はい、ということですよね。そうですね。でブルーでも上の方と下の方でこう随分幅がありますね。ありますね。上の段はですね、自生しているものということで主に草本類ですね、雑草の仲間になります。で下の方は植栽されているものということで、これは植栽されている樹木などがこう含まれるということですね。はい。これを見ていくと、まあ、在来のものが結構残っているというふうに見た方がいいんでしょうか。はい。結構在来種が、まあ、残されているっていうパターンもありますし、こう校庭の隅にこうひっそりと生きているというか種がどこかから飛んできてこう生えているっていうものが結構あるということですね。それに比べて赤い部分が気化、いわゆる外来ですから、そう比べると、まあ、在来が頑張ってる的な、そういう結果になりました。私はもうなんか逆になってるのかなってイメージがあったんですが、まだまだ在来種は多く見られますね。校庭に関しては、まあ、そういうことが言えるっていうことなんですね。はい、これ理由っていうのは、それはまだはっきりしたことはわからないんですけれども、ちょっとまた後で写真をお見せしたいんですが、結構古くから同じ土地利用といいますか、ずっと学校という環境で百何十年続いてきているということなので、明治以降とか結構歴史がありますからね、はい、そういうことも一つ要因かなとは、思っていますけど、手が入ってないといいますか、はい、同じ利用のされ方っていうのが影響している可能性はありますけど、まあ、でもその話は今後の課題といいますか、研究テーマとして、はいはい、面白いとこだと思いますね。で、まあ、こういうふうに、まあ、前半はですね奄美の各地の、学校でいろいろな調査をなさって、はい、まあ、在来であったり外来であったり、まあ、そういったグラフなども、見せていただきまして、また後半は引き続き、はい、奄美の学校でどんな植物が生えているか、何種類あるかっていったところをですね、見ていきたいと思います。一旦コマーシャルです。後半も引き続きお楽しみに。さあ、ほっとけトーク後半です。改めてご紹介いたします。スタジオには、鹿児島大学教育学系学術博士の川西元博先生に
お越しいただいております。川西先生、また後半も引き続きよろしくお願いいたします。はい、教育学部の川西です。よろしくお願いします。さあ先生は、今回は奄美の学校の、校庭の植物を観察しようパート1ということで、はい、前半は、まあ、学校の教科書を通して、そして実際に奄美の校庭で何種類ぐらい、在来外来、まあ、こういった植物が生えているかということを、いろいろ見させていただきました。後半はどのようなお話になるでしょうか。はい、後半はですね、実際に調査をして校庭で見られた植物、まあ、特にどの学校でも見れるようなものについて、写真でご紹介したいと思います。それではですね、前半も少し最後のところでご紹介したスライドをもう一度見させていただけますでしょうか。こちらが前半の最後のところのですね。はい、 ありがとうございます。前半でもご説明いたしましたけれども、校庭の植物は、在来種、それから、外来種、それから気化植物、栽培植物です。すいません、在来種、気化植物と、あとは栽培植物が、あります。で、在来植物についてもこう、勝手に生えている、自生しているものと、あとは植栽されているものの中にある在来種というものがありますよということでしたね。で、特に在来種がこう、環境教育的にといいますか、理科教育的に、自然を理解するためには重要だろうと思うところで、その在来種っていうのを中心にご紹介したいと思うんですけれども、一方で外来種ですとか、あと栽培種も結構面白いものも結構ありますので、それも合わせて、写真でご紹介できればなと思っています。はい、はい、それでは早速スライドの方に、はい、こちら後半の最初のスライドということになりますが、はい、これがですね、先ほど示しました10校ですね、10校の学校に、その学校の校庭で確認された植物のうちですね、比較的どこにもいたという植物をピックアップしたものです。で、上の段が在来植物ですね。で、下の3段分ぐらいが気化植物です。ここには栽培種はちょっとお示ししていません。で、左側から2列目の出現率っていうのは、全部で10校調査したんですけども、全部、どの学校にも全部出てきたっていうのは出現率 100%、 一番上の段のところですね。そうですね、はい、だからこれは、おそらくは、皆さんの小学校に行けば、はい、ほぼ確実に見れるだろうと思われるものですね。はい、で、だんだんこう出現率は下がっていくんですけども、90%、80%、で64% ぐらいまでお示ししています。で、50% より低いものはたくさんあるんですけども、ここでは省略しています。で、気化植物も同様ですね。で、ちょっとこれ全て、できればお見せしたいとは思うんですけども、時間がないっていうことと、私も写真撮ってはいるんですが、ちょっと、揃えられなかったので、主要なもの、それから面白いものを、お見せしていこうと思います。はい、この表の一番最初に載っている秋の野毛種ですね。はい、こちらが次のお写真で登場すると、す、ね、はい、こちらですね。はい、はいはい、そうですね。これは自生する在来種ということで、もう植えなくても勝手に生えてきているというものですね。で、100% ということで、私が調べた学校ではもう全部あったということですけども、これ右に、オニタビラコというのもつけているんですが、なんかこれタンポポみたいにしてますよね。ですね、そうです。そうですね。あ、そう。はい、タンポポのグループに入ります。確かに、なんかいつも見てるような気がしますね。はい、
これ両方ともですね、まあどこにでも生えているという、コウデだけじゃなくて道端ですとか畑とかでもかなりの確率で見ることができる、出現率 100% の代表格っていう感じですかね。でおっしゃったようにこの花をこうよく見ると小さいんですけども、こうタンポポの花の作りをしてるんですね。ただこれタンポポとは違うんですけども、どこが違うんでしょう、なんか背丈が高いような気もしますけども、うんうんうん、そうですね、他にもありますか、他にはこの左側の方がなんか葉っぱが、はい、うん、なんかとんがってるって言うんですか、細くてとんがってる、うんうん、まあ、それぐらいしかちょっとわからないですねそうですね、はい、秋野のげしはあの今写真に写っているタイプは本当にひゅーとすごく細長いタイプになります。これ別 の, あの、タイプではですね、こう矛型と言いますか、こう、まあ、横にこう張り出すようなギザギザの葉っぱを持つものもいるんですけれども、まあ、タンポポよりは随分大きくてですね、やっぱり背も高くなっ て, あ、そうですね、大きいですね、はい、でもう一つ大きな違いはですね、タンポポは茎がこうピュッと伸びたら上にポンと一つ果樹がつくんですけども、はい、この2種類は茎がわーっと上に伸びていったらたくさん花がつきます、ね、確かに上の方に、はい、そこはあのいわゆる西洋タンポポとは異なる点です。あ、じゃ あ, あの先端とかを見るとまたちょっと違いが分かる、うん、はい、っていうことです ね, ですね、はい、たくさん花がついているということで、そういうことを知ってると楽しく観察できますよね、うん、そう思います。これは違うという、タンポポは今回写真は持ってきてないんですが、西洋タンポポもあの割と学校では見られる植物なので、こう特にオニタビラコは葉っぱもタンポポとよく似ているので比較するとあの面白いかなと思いますね。じゃあ続いてのお写真を見ていきましょう、はい、こちらは大箱とエクソカズラと、はいはい、そうですね、大箱はもうこれ奄美に限らずあの鹿児島でも本州でもですね広く見られる植物ですね。で、またパート2の方でもお話ししようと思うんですけども、あの今写真で見ているような芝生の中にこう混じって生えてるっていうことが多いものですね。でこう地面にベタッとこう張り付いているような形をしているんですけども、よく見るとあの花がこうパッと上がってきているのがちょっと引いた写真では分かりづらいかもしれませんけども、そこ右に拡大図で、はいはい、あの出しているんですけども、うん、あれが花なんですね、そうです、はい、もっとかあの寄ってみるとですね、あのちっちゃな花があの軸にいっぱいこうくっついてるのが見えます。ちょっと白い粒が見えます、はい、なんとなくね見えますけども、うん、はい、近くでこう手に取ってみるとそれがよくわかるんでしょうね、うん、ですね、あるいはおしべが今見えているところですね。地味なんですけれども、まあ、ルーペとかで見るとこう、あ、おしべがたくさんあるなっていうのがわかるというものです。で隣がカズラ、はい、クソカズラ、そうですね、これもご存知の方はあのいるかもしれませんけれども、つるになる植物で、校庭のではですね、まあ、炭の方といいますか、まあ、これはフェンスに巻きついて、巻きついている感じがありますね、うん、そうですね、なんかこう藪が近くにあったりするとその周辺にあったりですとか、まあ、フェンスですとか、まあ、あとは木に巻きついたりですとか、そんなところによく見られるんですけども、こう花はあの右側にあるように非常に綺麗で可愛らしいですね、可愛らしいですね、うん、はい、で、まあ、あれがあのお灸 のような火がついたお灸みたいに見えるので、ヤイトバナとかっていう別名もついて、なるほど、はい、ヤイトのお花です、ね、はい、なるほど。ただですね、まあ、ヘクソカズラっていう名前の由来は、まあ、なんて言うんでしょうか、汚い話と言いますか、この植物すごく臭くて、あ、はい、あんまりこう言っちゃいけない言葉かもしれませんけど、おへそのってことです
そうなんですね。 見かけによらずちょっと匂うっていう、よろしくない匂いと。そうですね。なるほど。ヘッドのカズラっていうような、うん、面白いですね。お灸にも似てて、まあ、ちょっと臭いという、はい、もうこれでバッチリ覚えました、ね、実際葉っぱとか若い茎をですね、ちょんとちぎってグッとこう揉んで嗅ぐと、うん、こうすごく不愉快な匂いがするので、まあ植物観察の時はまあ大体学生にこれを匂ってみろっつって、こうそういう見方も面白いですね。五感を使って覚えられる植物ということですね。さあ続いてのお写真、こちらはクグヤ、クグガヤツリ。はい、クグガヤツリと言います。これはカヤツリグサ科というふうにそこにありますけども、こう 右の写真は芝生の中にこう混じっているこのクグガヤツリの写真なんですが、こう葉っぱが細長い植物、まあ、イネ科が代表なんですけども、そのイネ科ではないこうもう一個のその主要なグループといいますか、よく見られるグループにカヤツリグサ科っていうのがあって、で、校庭ではですね、このクグガヤツリが非常によく見られました。で、左側の写真もちょっとこう一見するとよくわからないかもしれませんけども、そのすごい細長い葉っぱがついていて、でちょっと茶色く色づいている部分はあれは花なんですね。あ、はい、でこれ花が実は咲いているんだけども全然花だったに見えないという、分かりにくいですね、はい、言われないと分からないですよ ね、 そうですね。芝生にしゃがんでこうじっと見たらなんか葉っぱじゃない何かがあるぞという感じで、まあ、右側に拡大写真をつけているんですけれども、ちょっと分かりますね、上から見ると、はい、なんかこう鱗のような形でこうギザギザが重なっていると思いますけれども、はい、はい、地味に生えて、地味けなげな非常に地味ですただまあ発見の喜びといいますか、あ、なるほど、だからこそ、はい、これも花なんだよというのでですね、まあ、ぜひ見てみてほしい、そういう楽しみ方があるんですね、はい、さあ続いてのお写真いきましょう。こちらは先生、はい、あ、これもカヤツリグサ科の植物で、これもよく見られる植物です。アイダクグと言いますね。で、やっぱりこう葉っぱが細長くって、これも芝生に混じってることもあるんですけれども、芝生に混じるともうなかなか一見すると判別できないような感じなんですが、こうこれはですね、花がこうボコッとこう丸い形でこうつくんですね、ボンボンみたいな形ですよね。あ、そうですそうです、はい、はい、イガグリみたいに見えるっていうので、まあ、それさえ覚えていればこれはすぐに見分けられるかなと思います、うん、さあ続いてのお写真いきましょう。はい、ハゼですか。あ、時はハゼというんですけども、はい、ハゼの木とは全然別の種類の植物ですね。全く違うんですね。ゴケ科って書いてますね、はい、そうですね、サギゴケ科、はい、で、まあ、苔でもないんですけども、あ、ちゃんと花が、そうなんですね、はい、まあ、でも苔のようにこうちっちゃい、まあ、這いつくばっているような形はしてはいますけど、でも苔じゃないということなんですね、はい、可愛らしいお花が咲くんですね。そうですね、これもですね、花の大きさが1センチにもならないですね、数ミリ、5ミリ、5、6ミリとかで小さいんですけども、こうよく見ると結構可愛い作りをしていて、ちょっと写真は白っぽく見えますけども、まあ、紫のですね、赤紫ベースでこう真ん中に黄色い斑点がついていたりしていて、はい、こう非常に可愛い、可愛いですね、ただ小さい1センチ満たないっていう ね、もう、はい、可愛いですいじらしい感じですねというものもあれば、あ、それに比べてというところですよね、はい、横の、はい、まあ、これはご存知の方多いと思います、はい、もうこれはね、シマンチュはみんな知ってるという、はい、クワズイモですね、はい、これやっぱり我々、まあ、鹿児島の本土にも分布はしているんですけども、やっぱり奄美に来てこういう巨大なのを見ると非常にこう大きいですか。うん、大きいと思いました。今そこに写っている彼は
身長180センチ以上あるんですけど、それでも下に隠れるようなぐらい巨大な葉っぱに成長しているということですよね。これも在来種ですね、はい、さあ続いてのお写真いきましょう。はい、はいはい、これはですね樹木ですね。自生し工程の中で自生をしている樹木ってそれほど実は多くないんですね、まあ、すぐにやっぱり大きな木になる前に草刈りとかされてしまうっていうこともあるんですけども、この桑に関してはなんか次々と種が運ばれてくるのか、結構大きくはないんですけども細い木が若い木がですねよく見られます。で学校の中にはちゃんと育てられてて、で花とか実がつくまでに大きくこう栽培といいますか、まあ、育てていらっしゃる学校もあるんですけども、これも在来種で、まあ、島ではよく見られるものということですね。で、真ん中の写真が果実になります。右側が花なんですけども、果実はこれ非常に美味しくて、ちょっとこの写真はまだ赤くてですね、これだとまだちょっと味的には良くないんですけど、こう非常にこの後真っ黒になってくるんですが、黒くなった実はですね食べると非常に甘くて美味しいです。あ、その時が食べ頃っていうことなんですね、はい、そうですね。甘い、甘いですね、すごく甘いです。そのこの間も学生と一緒に校庭の桑の実真っ黒になったのがあったので食べてたんですけども、はい、結構みんな美味しい美味しいって食べれるぐらいの、なかなかね、はい、食すってまでないですから ね、うん、そうですね。こういうことを知っておくとね、観察して、うん、そして実際食べてみるっていうこともね、はい、できますよね。さ続いてのお写真いきましょう。こちらは先生、ここからが外来種です。ここからが外来の植物たちと、はい、そうですね、はい、トップバッターが大荒れ地の菊というので、これも奄美に限らず日本では広く見られる外来種ですね。で、こう空き地を放っておくとすぐにこいつが入ってきて、で、まあ、左の写真ってよく街の中でもですね、道端ですとか空き地にああいうのが生えてるのを見るんじゃないかなと思うんですね。なんかこういう感じの見たことあるような気がしますね。でこれはこれ外来種ですね、はい、で非常にちっちゃい花がたくさんつく植物 で、まあ、右の写真がこれ果樹花なんですけども、一つのまとまりになっている部分ありますよね、はい、あれが一個の花ではなく、あの中にもものすごくたくさんのちっちゃい花が詰まってるんです。あ、そうなんですね、はい、キク科の花ってそういう構造をしていて、でその小さい花それぞれに種がつくので、もう膨大な種子が爆発的に増えやすいっていう、はい、あ、だからああいう木がよく見かけるのは、はい、もう種がもうたくさん毎年作られてて繁殖力がすごいということですね、はい、恐るべし外来という感じですもうちょっとどうしようもないだろうなというものです、ね、うん、続いてのお写真 も、 これもこちらは先生よく見ると思います。くっつくそうですそうです、やつですよ ですね、はいはい、でこれもやっぱり空き地ですとか道端にたくさん生えていると思います。多いですね、気づいたら洋服にくっついてるってよくありますからね、まあ、花は結構綺麗といえば綺麗なんですけども、まあ、こいつの草むらに入るともうおっしゃるように種がですねズボンにいっぱいくっついて大変という、まあ、それでこういろんな場所に運ばれるというそういう戦略の植物です、まあ、これも北アメリカ原産の外来種になります。はい、それでは続いての写真参りましょう。こちらは、はい、これはですねどっちかというと地味にひっそりといるというタイプの外来種ですね。これも広く見られるんですが、どちらかというと暖かい地域に多いです。鹿児島ではもう本土でも奄美でもどちらでも見られるんですけども、これイラクサ科の植物でコゴメミズと言います。ちょっとこう小さい個体なんか本当に苔みたいな感じで生えててですね、
あの植木鉢の隙間に出てきていたり石垣にくっついていたりとかですね。なるほど、隙間を埋めるような感じで、はい、ひっそりと探せばいると思います。これも見たことあるような気がしますね、はい、さあ続いての外来種はいかがでしょうか、はい、あ、こちらは随分そうですね、密集している感じですよね、はい、これも花壇ですとか、まあ、道端にもあるんですけども、まあ、あのプランターの中とかにもすぐに入ってきたりします、うん、でこれはですね、長江コミカンソウというもの で、ポイントはですね、この左側の写真にこうちっちゃな果実がこうついてるの分かりますかね、はい、小さな、はい、あの膨らみの部分ですね、はい、あれがこうみかんみたいな形をしているというので、まあ、コミカンソウっていう外来種はいるんですけども、なるほど、それとは違ってこうみかんに長いこう柄の部分がついてるんですね、ぶら下がってる形で、はいはい、そこでこう見分けることができます。これ、まあ、これも地味なんですけども、これ非常にあのいろんな場所で見られる外来種になってきました。さあ続いてのスライドがこちらが、はい、植栽の植物もまた、はい、今提示しているスライドの写真がたくさん用意していただいている、はい、ということですよね。はい、そうですね、植栽の植物ですね、はい、多分この辺はですね、ご存知の方多いと思います。そうですね、はい、もうおなじみのソテツですね、はい、はい、ソテツですね。でちょっと写真を、はい、あ、すみません、ちょっとソテツのソテツのなんか、はい、左側の方なんですけど、はい、奄美大島にいると、はい、ソテツの本来の生育地っていうのも見られますよね。なんかね、ソテツの山のようなね、はい、崖の上に、そうですそうです、はい、崖の上にこうついてるっていう、これが本来の形ということですよね、はい、そうですね、それを合わせてこう見ていくと面白いかな、はい、じゃ続いてがガジュマル、ソテツとくればガジュマルもたくさん見かけますね、はい、これは奄美小学校だと思います。はい、そうだと思いますあの野生化しているといいますか、山に生えているガジュマルはものすごいこう巨大なやつもいて、右側の写真は喜界島の、わーすごいですね、喜界島だったと思いますけど、ガジュマルですね、巨大化してますね、はい、さあ続いてのお写真は、はい、はい、これはですね、こちらも見かけますよね、はい、よくあの植木鉢とかで、栽培されていることが多いんですが、ハリツルマサキというものです。これ実はあの日本の在来種で、こう野生のものはですね、そこの写真にあるような海岸のあの岩場に出てくるというものです。海岸沿いの一面にね、こういったものが生えてますけども、うん、そうですね、さあ次は、次はどちらの、次は、あ、これはもう完全にあの栽培種といいますか、日本の在来種ではないんですが、なんかこう奄美だとこの、クロトンといいますけどね、この木かなり人気があって、よく見かけますよ ね、 あの家庭のね花壇とかでもよく見かけますが、はい、結構いろんな種類が、はい、ありますね。僕も初めて見た時は全部違う種類の木だと思ってたんですけども、まあ、全部変種ですとかそういう栽培品種の違いらしくて、これらは全部クロトンだと。クロトン、その多様性というのがすごいなと思える、すごいですね、クロトンのいろいろということで。さあ続いてのお写真はこちらは出ました、はい、これはそうですね、これはパンの木です。ちょっとどの学校にもっていうわけではないんですが、奄美大島だと、まあ、半分ぐらいの学校でこれが植えられています。でなぜか他の奄美のですね、他の島ではあまり見られなくて、奄美大島ではなんでこれをたくさん植えてるのかなっていうのはちょっと不思議なとこなんですがまあ熱帯の果樹で、こうでっかい実がなると、それをこう食べることができるんですね。あ、時間がないですね。パンの木、ね、迫力ありますからね、はい、さあ続いてのスライドに行きたいと思います、はい、さあここで先生、はい、絶滅危惧植物というのが出てきましたけれども、はい、そうですね、校庭では、まあ、雑草ですとかこう野菜とかですね、植栽されている樹木っていうのが、まあ、目立つといいますか、よく、まあ、種類数としては多いんですが、
こう学校の中にはですね、そういったものに混じって絶滅危惧植物がいる学校もありました。で、上の段の4種はこれはおそらく自生しているもの、勝手に生えてきている絶滅危惧種で、下の方はですね、まあ、これ園芸用で流通はしているんですけれども、その野生のものに関しては絶滅危惧種ですよというものです。さあ、それでは実際にお写真の方を見ていただきたいと思います。はい、これもですね、地味なんですが、これは松葉蘭というシダ植物です。非常にこう形が変わっていて、右側の写真がそうなんですけれども、こう葉っぱのような葉っぱがないんですね。なんかこう緑色の軸がこうほうきみたいに、そうですね、はい、ほうきの先みたいなのが直接ついてる形ですよね、はいはい。これは奄美小学校だったと思いますが、これがこうシンボルツリーですとか大きな木にくっついているっていうことがしばしばありますけど、これは絶滅危惧種、絶滅危惧種なんですね、はい、もうこれから大事にしたいと思います。見つけたらラッキーです、ね、そうですよね、はい。続いての写真の植物は、はい、これは犬のふぐりという植物で、これは畑に生えていることがあるものです。これまたちょっとパート2の方にも出てくるので、そちらでまたお話ししたいと思います。はい、わかりました。こちらも絶滅危惧種ということで、じゃあ最後の絶滅危惧種の写真ですね、はいはい。これはこれもですね、どこでもっていうことではないんですけれども、このアマミヒイラギモチという、ちっちゃなモチの木の仲間ですね、これを植栽されている学校もありました。これ奄美大島にしかない。ああ、そうなんですね。葉っぱがね、独特のギザギザの形をしてますよね、はいはい。小さくてギザギザで結構可愛いんですけども、これなんかは、まあ、植栽、ですけれども、まあ、非常にこう貴重なといいますか、うん、奄美大島の自然を知る上でも重要な樹木だろうと思います。さあ先生、今後半の方なんですが、はい、絶滅危惧種の植物たちも登場しましたけれども、はい、今日は、まあ、奄美の各学校の校庭で植物を観察しようということで1時間にわたってお話を伺ったんですけれども、最後にですね、これまで調査して何か子どもたちにこうぜひこれは伝えたい、まあ、メッセージのようなものがありましたら。はい、結構その植物って何も考えずにいるとですね、見落としがちなんですけども、まあ、探してみるとすごくたくさんのものがこう学校の中にいるんですね。なので、虫とかっていうのも非常にこう面白いとは思うんですけども、たまにこう植物の花とかですね、実とかを探して、見られるとこういろんな発見があると思いますので、ぜひ観察してみてください。また先生パート2があるということで、そうですね、またそこでも子どもたちに、はい、まあ、たくさんのまた学校でのね観察できる植物などご紹介していただけるということで、はい、またぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ今日は鹿児島大学教育学系学術博士の川西元博先生にお越しいただきました。校庭の植物を観察しようパート1ということで1時間お届けいたしました。今日いかがだったでしょうか、またパート2でお越しいただけるということで、そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。それではほっとけトーク、この辺で終わりたいと思います。また次回お楽しみに。さようなら。